ジで先頭岡林ホームラン、やばい、やばすぎる。シーズン2本目かこれ。怪しい。バンテリングライトに突き刺した菅野から。ねえ、天敵菅野から。ちっとも点取れない。菅野から。よっしゃー、よし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 。いや、こんなあっさり1点取れるか。いや、なんか天から宝物が降ってきたみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。って、岡林ナイスバッティン。スプリット。シュンシュン。シュンシュン。さすがヒロトね。ピンチでも超のスプリット三振。ストライクからボールに落ちる、振りたくなるところに投げれてんのがよき。強気流の力を見せろ。燃えろ燃えろ、読み売り倒せ、ドラゴンズダーン。アウトコース菅野ギアセカンド、もうアウトコース、もう届かねえ、ストレート三振。林でも三振、ミート力が高いバッターでも。菅野、岡林から先頭打者、あのインコースの難しいスライダーホームラン打たれたけど、全体的に良すぎる。うん。打てやしない。やめてくれ、ライトフライだよな、うライトフライだよな、うわぁ、耐えた、満塁で、まあ、耐えた、耐えた。よかった、スライダー。いやぁ、ヒロトの勝ち消えなくてよかったわ。フェリスナイス。もう本当に綱渡り、危ない綱渡り。フェリスは素晴らしいんだけどね。やっぱ1点しかないからもう、窮屈で窮屈で。しゃれしゃれ、ナイス松山ストレート、火の玉ストレートやろ。大城全く合わない着払い。しゃ !7、8、9、最強です。もうあとライデルで。逃げ切りや。はい、どうも、アウトノイハです。本日もよろしくお願いします。っていうことで、もう今日はね、勝ったんすよ。勝ったんすよ。巨人に1対0で。最初にね、岡林が菅野のインコースの決して甘くないところ、バチコのヒュードンのホームラン打って、あらまあびっくり、もう1点さっそうと取って、あとそこからは強力ピッチャー陣で、もう全力疾走、もう全力疾走で逃げ切ったんだけどさ、もう試合展開的にももう胃がキリキリになって、もうお薬いくつあっても足りないんじゃないかっていうぐらい、もう本当にもう胃がキリキリしてたけども、そんなことはどうでもよくないんだけど、もう今日は何やと思われというか、一番言わなきゃいけないショックなのは、ライデル、大丈夫？大丈夫ですか？話聞こか？うん、本当に。どうしたん？話聞こかでしょ、本当に。大丈夫かな？途中でマウンドに降りて戻ってこれないっていうことは結構なあれだけど、もう速報が出たらね、ぜひ皆さんコメント欄で教えてほしいんですけど、いやーもう今年最下位、借金もう30近くてさ、本当にメンタルやられそうな時にも、宝物のダイデルがもう怪我なんてもうありえないし、しかも防御率 0.4 台でさ、もう歴代最強最強防御率でシーズン終わるかと思って、セーブ王のタイトルもかかってるのに、ここで怪我ってもうやりきれないしさ。でも無理させたら来年ライデルがさ、抑えやってくれなきゃ困るし、無理もさせられないし、でもタイトルも取ってあげたいし、取らせてあげたいし、めっちゃ複雑やんっていう。まだもう最下位っていうか、もう CS 優勝消滅してまだ不幸が来るかっていう、神様ひどすぎますよっていう。もう今日勝ったんだからこんなこと話したくないんですけど、まあ相手先発ピッチャーの菅野もね、本当に通算ドラゴンズ戦2020年から2023年75回3分の2投げて防御率 1.19、 今日も1点しか取れなかったからさらに防御率下がっただろうけども、菅野から打てやしない。まあでも菅野もアウトコース本当に要所要所コントロールがいい。ストレートも150キロドーンドーンなのよ。重そうなストレート多少甘く来ても弾き返せない、打てやしないっていう。もうせっかくブライトスタメンだったのに今日は打てなかった、悔しいよっていうところで、もう1点しかないからさね、え投げる方の高橋宏斗、本当に11試合目で初めて巨人戦に初勝利、ナイスピッチ、おめでとう。いや、6回で100球だからもう少し球数少なくは理想だけど、いや序盤ね、ストレートが146とか7でね、本来だったらもうもっと150後半出てもいいねぐらいのピッチャーなのに、ここ最近球速が出てないのは心配だったけど、まあ心配をよそにね、中盤以降は152キロ3キロ上がってきてね、やっぱり初回っていうのは慎重に慎重にね、入ろうっていう意識から球速が遅かったのかなと思うけど、要所要所でナックルカーブとかカットとかね、まあ、ちょっとカット、スプリットがね、序盤浮いてたっていうところで巨人打線が仕留めきれなかった。まあ、岡本にどでかいセンターぐらい打たれてたけど、あそこで打たれなかったっていうところでね、まあ、勝負あったかなと
うん、ヒロトそっから三振山を築いていってね、本当にね、やっと巨人抑えてくれたと、これから巨人キラーにならなきゃいけないっすよっていうところですけど、まあ中継ぎ7回もフェリスね、満塁になったけど抑えて、8回もね、松山、力強い、強気でね、高めね、大城三振、着払い、気持ちで負けてねっていう、ハート燃え上がってるよっていう。で、9回ライデルね。いやー、9回ライデルねってこれ言えなくなっちゃう可能性があるっていうのがもう悲しいけどさ。もう今日試合内容がもうあれだからもう話すことも短いんだけど。いや、もうライデル頼むからもうマジで会ってくれ。お願いします。もうお願い。本当にお願い。うん。もうお願い。もうそれ、ただそれしかない願いが、今日は。でね、昨日、立浪監督が続投っていうお話がね、来ましたけど、まあ本当にね、二年目ね、一年目より成績が悪化してるっていう、まあ、トレードもやって、まあ、結構ね、アキーノとかお金も出してもらって、やれることやってもらってね、これなんで、まあ、確かにね、その、プレーする選手のレベルが高くないっていうのも言われたらそこまでですけど、まあでもね、来年三年目、もう結果はね、求められる。僕のこのチャンネルでもね、もう結果、CS 以上、最低でも3以上はね、もうやってもらわないといけないと思ってるんで、はい。うん。別に僕はね、立浪監督が、まあ、現役時代をね、正直あんまり知らないので、好きでも嫌いでもないというか、普通にドラゴンズの監督としてね、早く胴上げしてほしいっていうのはありますけど、まあ、本当に残り試合ね、もう来年につながるような、まあ、中継ぎの運用とか、若手をスタメンで使うとかできることあると思うので、もう来年監督やるんだったらね、より一層、なおさら一層ね、つながることやっていかないと。うん。本当にそこはね、そこだけは強くやってほしいなと思いますけども。あと、立浪監督にね、意見を言えるコーチね。うん、まあ、井端さんはもう、多分なんか、別の関係のお仕事があるみたいなんでやれなさそうですけど、とにかく立浪監督に何かあった時に言えるね、コーチがいないと。立浪監督独裁政権みたいなのは困りますし、あと何より一番言わせてもらいたいのは、米解禁お願いします。本当にお願いします。もうドラゴンズだけ米禁止とかありえないからさ、うん。災害どうのこうのとかそういう以前の問題としても、普通に選手がお米貯められることだけの環境は整備してほしい。それだけはもう、本当に頼むよっていう。うん、それが言いたかったです。真面目に。笑い事じゃなくて真面目に言いたいです。はい。勝利のね、貯金の方もして。はい、プロ野球カードね、開けていきたいと思います。いきます。せーの、ドン !1 枚目。日ハム、日本ハムファイターズ。松本選手ということでね。いや松本選手もね、まあ、今年はね、あんまり終えてないですけども、去年、3割4分7厘、もう圧倒的打率を残せる選手っていうことで、FA ね、何年に取るか分かんないですけどもね、あの、得点圏とか頼もしかったらね、ぜひともドラゴンズで FA で来ていただきたいなと、まあ、タイプ的にはね、率が残せるバッター、ドラゴンズらしくて、ポイントゲッターになれたらね、まあ、最高ですよねっていうね、イメージですよ。で、2枚目ね、いきます。ドン!はい、来ました!スターカード!スターカード!千葉ロッテマリーンズ、沢村選手ということでね、メジャーから帰ってきた男、カードもキラキラしていますけどね。いやーこれ、前回の青柳選手に続いていい流れ来てますけど、まあ、沢村選手ね、ストレート、スプリット、どっちかっていうと今ね、ドラゴンズにいる松山投手、気持ち負けずに力強いハート、タイプ似てるんでね。まあ、将来松山選手ね、育成からね、メジャー行ったらもうとんでもないことですけど、沢村選手超えるぐらいね、頑張ってほしいなと思います。ということで、明日のね、ドラゴンズの予告先発ピッチャーは、柳対栗。ゲットが出そうだった。はい。柳投手ね、ここ11試合投げて10試合が援護点1点以下ということで、あまりにもひどすぎるわ。うん。あまりにもひどすぎる。まあ、今日1点で勝てましたけど、そんな毎日1点1点で勝てる試合がね、続くと思ったら、そんな世の中甘くないよと思うので、明日は援護頼むよって。栗投手もいいピッチャーだけど、頼むよって。言いたいです。あともうライデルが無事だったらそれでいいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、勝ったけど、なんか、月見バーガーかやけくそ飯、今日、両食の後、なりそうだな。